あどうもこんばんばは、えー、今日はですねやっぱり昼間に話しましたあの、えー、ディルドの話あのオナニーの話、えー、チツほぐしの話をしたいと思うんですけれどもあのねやっぱり膣ほぐしっていいなと思ってて何かなと思うと私膣ほぐしするとあの随時夫に報告するんですけれどめっちゃいいあれすごいいいって言ってあの。 中をを確認させるるってていうことをしてるんです、ね、どう変わったでしょっていうふうにあの讃えろっていう感じでよく彼に伝えるんですけれどもそれでねあのやっぱり AV の影響なんでしょうねこうチスほぐしってやってみると分かるんですけれどもあの間違いなくオナニーではないんですよあれ G 行為じゃないんですよあのマッサージなんですよ思いっきり。それであのこれって なんか女性の人がこうなーとか自分の膣に指突っ込むとか,なんかそういうことに対してものすごい抵抗があるあの世代とかあの方あのそういう女性たちって割といらっしゃるじゃないですかあの女同士であの、えー、どうやってオナニーしてるみたいなことって私は少なくとも中学生の時にはなかったし大人になってからもう何,何でやってるみたいなことは日常会話の中で生じないんですよね。でも男の子たちって えと中学生ぐらいの時からなんかエロ本の貸し借りが始まりおんかあのの仕方をなんかお兄ちゃんがいる子はなんか教えてもらったりしてでそれをそこからこう広がっていったりとかあとなんかほら大人になってからだとさお金持ったら女性ん風俗だね風俗のどこの店が良かったとかおすすめはどなんだとか,なんかそういうふうな情報交換ってあるじゃないですかでも女の人ないじゃないですかなんかなんかおかしいなとずっと思ってて。 で、今回膣ほぐしを決定的にこうもういやらしさゼロでもうガンガンにやってたらあこれこれはいいんじゃないかなと思って一番最初の導入としてこう自分を慰めるとか快楽を追うとか,なかそういうことじゃなくてマッサージなんだって思って膣ほぐしを始めたらなんかその。 自分の正気に触れることと自分の体をこう傷つけることに対する抵抗感っていうものがなくなるのではないかというふうにあのこの度やっていて思ったんですね。そうあの私今あのオンラインストアの方ではあれですねあのローターを売ってますねあのローターを売ってるんですけどもそのローターを取り扱った一番最初の理由っていうのはえっ、ー、と ロンドンのショッピングサイト眺めててあの綺麗なジュエリーが並んであジュエリーがあってあのハイヒールがあって、えー、ディルドみたいな並び方してたんですよ。それを見た時にこんなふうに女性があの性に興味があって自分の体をあの 性をこう楽しませるためにディルドは必要ですよねっていう大前提のもとにジュエリーとハイヒールとディルドが並んでたわけですよ素晴らしいと思ってこういう世界であるべきだとだからじゃあ私もじゃあ自分ができることから始めようと思って自分のあの可愛いあのドレスとかバッグとか仕入れたその横並びにあの性の制御としてローターを置いてるわけですねあの可愛いやつをなんか 私、ね、大事だと思ってんの日本のねあの性の制御皆さん見たことありますか18金のアマゾンのところのコーナーとか見ていただくと分かるんですけれどもねあの女性が手に取りづらいデザインのものが非常に多い <laughs> ぜひ使ってください。あの で行きづらいわけですあののれんをくぐっていくのがあのものすごく勇気がいることだしそうくぐった先に何かかわいいポップなデザインのものがないんですよだからそれがちょっと悲しいしなんかあ男の人が性主導のものなんだなって思わせるような配置をしてるのがすごく私は嫌でございましたの。でね皆さんあのちょ関東でもしいらっしゃったらすぐ行っていただきたいんですけれども、えっと、渋谷の渋谷の パルコの地下何階かな1階か2階か3階のところに、えー、とラブピースクラブっていうお店があって私これあの大学生の時からあの利用させていただいてるお店なんですけれどもえっ、ー、とすごいおしゃれなポップな製グッズがいっぱい置いてあるんですよ。あのかわいいあの何こうディルドのかわいいディルドとかかわいいローターとか。あの 何キャンディーに見えるローターとかいっぱい置いてあってすごくポップで明るいのでぜひ見に行ってもらいたいんですけどオンラインサイトもあるのであの遠方にいらっしゃる方はラブピースクラブさんの,あのサイトをぜひご覧になっていただきたいんですけどめちゃめちゃこんなにおしゃれなあのディルドとかローターがあるんだっていう風に見た時私すっごいショ衝撃で感動したんですよ。でそこのお店ってオンンラインストア のお店のスタッフさんんって全員女性なんですよでその人たちが自分で使ってみての感想も添えてあったりするんですよ。めちゃめちゃ良心的だと思いませんか自分が使った感想がそこに書いてあったら手出しやすくないですかなんか相談しやすいしなんかこうあれなの私ねやっぱりこうスタッフさんが女性っていうのもまた嬉しいなと思ったんですよ。何でかっていうと私ねあの以前にあの女性用風俗を 去年の11月に利用したんですけれどもその時にね予約の電話かけるじゃない予約の電話かけた時に出たのね男の人だったのもうすっごい嫌だったの心臓がねなんか小さくなった感じがしたヒュってヒュッて声が上がりました恥ずかしくて「あ男買います」っていうのを男の人に言わなくちゃいけないんだと思うあの電話越しでもものすごい恥ずかしかったんですよ そういう抵抗感を手放すためにはなんか同性のスタッフがいてくれるっていうのってなんかものすすごくく心が軽ななるなと思うんですよ。私があのローターを売る意味ってあるなと思ってて私みたいな顔,顔丸出しでさ「あのお母さんやってますあの横浜に住んでます」って言って身元を全部明かしてなんか。 ここういういとをやってますっていうふうになんかどん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 出しながらそんな女がローター売ってたらあのいいなって思うんですよ。なんかお性を楽しもうぜっていうふうにあの顔丸出しで喋ってる女の人が、えー、となんかそういうふうに明るく性を語ってたらなんかちょっとあの世界は少し変われないかなって思ってて私女の人があの性を 増加し始めたら間違いなく世の中って絶対に変わると思ってて、あのあ皆さん電車乗られますか？あの大富豪の方もしかしたら電車乗られないかもしれないんですけど、私電車とかバス乗るんですね。でそこにさ釣り広告あるわけじゃないですか。男性の週刊誌があの情報がずらーって並んでるからなんかグラビアとかあのなんかセックス特集とかあの何あれよなんか。 勃起するためのなんかこうドリンクとか,なんかそういうのがずらって並んでるとねもうね腹立つのなんかそんなもん見たくないとこれがですよ仮に女性たちがあのもっとな経済力だとか身につけたらあそこに釣り広告で並ぶっていうのは間違いなくなんかイケメンの男のハンラが並ぶはずなんですよ。ね 私はねやっぱ外出て電車乗った時にイケメンだけが視界に入ってほしいわけですよあ。あと仮に許せるならば綺麗な女が視界に入って欲しいわけですよ私が外に出た時に快適な世の中であってほしいからだから私は女の人がお金を稼げるようになってもらいたいしなんかもう自分ハッピーっていう感じであの生きてってもらいたいから私は企業講座をこの度やるわけなんですね。 私鬱だったわけですよ2年3年くらい前までも死ぬほど <laughs> YouTube と Netflix を見て、えー、ともうベッドの中でずっといるような生活をしてたんですよでももうこのまま死ぬくらいだったらなんか好きなことした方がいいなと思ってあの起業してなんか,なんか占,い師占い師やりますとかやったりとか帽子作りますとかドレス作りますって言って商売始めたんですよ。それが ありがたいことに売れたりしたわけですよ。感動するわけですよ。生きててよかったなって。私、私ね、会社辞めたら社会的に知るって思ってたんですよ。それがもう3、4年ずっと思って我慢してたんですよ。パワハラ受けてるのに、セクハラ受けてるのに、また腹受けてるのに、私は会社を辞めたら世の中から必要とされない人間なんだってあの、うっかり思い込んでて、とてもじゃないけど会社辞められなかったんですよ。怖くて。 破綻してる私は私ね就職活動の時に一社しか受かんなくてそれが決め手になったんですね私は社会から必要とされてない人間なんだって思ってしまったんです。ねそんなことないはずじゃんでも私そう思っちゃったのそれで会社辞められなかったの3年も悩んでまいって辞められなかったのでぐずぐずしたまま最終的にどういうふうに辞めたかっていうと えーと流産してそれをきっかけになってうつになってであーなんか会社休業届出してあ休業届って半年しかお金もらってられないからあもうちょっとお金がもらえなくなると思ってあの妊娠したらお金もらえるなと思って子供作ってその子を中絶してしまって、えー、夫婦仲が最悪になってそのままうつ、えー、が回復しないままずっと生活が始まるみたいなそれで起業しちゃううっかりそれで起業したんですよ会社辞めて。 翌年に私の開業のスタートなんかすごいですよあの3月31日に退職手続きするでしょで4月1日に開業届け出すでしょでその2週間後に私「手続きやめたんですよ開業取りやめます」って言ってでしかもなんでかっていうと退職手続きの字が読めなかったんですよ鬱がひどくなりすぎてメンタルがボロボロになっちゃって。 あの字が読めないんですよ私もともと公務員だったから事務手続きの書類なんて死ぬのの方をよ読んでたしお役所手続きなんか得意なはずなのに全、ま、っ 読めなくなくくってものすごいびっくりじゃんあどうしようできないと思ってでそれで愕然として涙が止まらなくなってもう離婚してやるって思ってたり夫に電話をかけて「すいません私の代わりに退職手続きをお願いします」っていうふうに夫に泣きついて退職手続きを代わりにやってもらってでかつえー、と何開業届け取りやめるって言って、えー、その後取りやめ手続きも私新潟にいたのにあの 神奈川にいる夫が代わりに手続きやったんですよ。やばいでしょ。<laughs> そんなスタート。それでさらに4月だから4ヶ月後にもう1回開業届を出して開業するみたいな。散々なスタートの切り方をしました。でも生きてます。<laughs> はい、私はだからね。あのどんな環境が整ってなくても、私は開業することはできると思ってるんですよ。あの。 波を待つっていう考え方もあるんですけどそれで怖がって進まないのかやりたくなんかそのなんか前に進むのか怖くて進まないのかっていうのはやっぱそれは判断しなくちゃいけないなと思っててで私が今回の起業の講座で伝えたいのはあのうつでも起業できたし私ベッドで転がってたけどあのお金稼げたよっていう話をしていきたいなと思ってて。 自分が生きてきた人生があるならばそれはあのセミナーにすることができるしその話を聞きたいっていう人は間違いなくいるからあのセミナーの作り方を伝えたりとかあと領収書あの領収書の管理苦手なんですけれどもあのそういう管理の仕方レシートはねどうやって貼った方がいいよとか弥生会計ってねこういう時大変だったよねとか,なんかそういう話もねしていきたいなって思ってるんです。セックスの話からっっっち行っちゃったえっとね そうなの私はがやってる商品っていうのはやっぱりあのお外に行った時にカラフルなおしゃれさんが歩いてると嬉しいんですよ。可愛いなーって思うしいい女だなーと思ってウキウキキすするんですねだからなんかそういう女性たちがたくさん増えてほしいなって思うからえっ、ー、と可愛いドレスとか可愛いバッグカラフルなバッグあのね私私もカラフルな格好用語してますけどその。 一番最初の序盤ってあのフルに全部用意するの大変だからだから手に取りやすいようなところからあの小さいミニバッグとかねそういうところからなんかやっぱ色柄物を手に入れていってキュッてしたらなんかちょっとずつちょっとずつカラフルなものをなんか手に入れてってほしいなと思って自分が好きな思いっきりできるファッションって私やっぱり自営業の人が一番できると思ってるんですよ。やっぱ会社勤めしてると あの絶対にジャケット着なくちゃいけなかったりとか,なんか制服があったりとかあの色を抑えめになるわけじゃないですか,なんかカラフルショッキングピンクみたいな服はなかなか着られなかったりとか。 ね、するじゃないなんか人目があったりとかさあのこおこごと言われたりしてさ人間関係にそんなこと響いてりすめんどくさいじゃないだからあのやっぱり自営業で自分の好きな服が着れるっていうのは私一番最初に起業した時それが一番嬉しかったかな自分の好きな服を思いっきり着れる好きな帽子をかぶって大好きなオレンジ色のコートを着て、えー、とピンク色のバッグを持って歩くそれができるっていうのが 一番幸せだったあ,の開業した時にあもう私好きな服着ていいんだって髪も何色にしてももういいんだそれが自由だなって思ってあ起業起業してよかったなって思った好きな服を着てほしい好きな服を着てニコニコしてる女性たちが増えてほしいでニコニコしてる女性たちが増えてほしいからあの私みたいにえっ、ー、と真面目にあの 両親の言うことを聞いて大人の言われたこと目上の人の言うことはイエスって言って来た女性たちに向けてセミナーをやりたいし伝えたいし意外と生きていけたよっていう実績があるからそれを伝えたいしあの私はねあの旦那さんもう まあまあけまあまあって結構喧嘩してき生きてきたわけですよね。あの理解できないなんかどうしようもないだらしない男だと思ってきたんだけれども、でも自分が開業して、えー、なんか許さをっていうものを身につけてったら全く気にならなくなった。やっぱりあの一番身近なパートナーっていう存在は。 本当に爪の赤線にしじてね飲んだ方がいいレベルですよあの。見習うべき場所しかないですよ。むかつくところがあればそのむかつくところは絶対に真似しなくちゃいけないし取り入れなくちゃいけないところなんですよ。だからそういうなんかパートナーシップの話とかもやっぱセミナーとして届けていきたいし。 あとはそうですねさっき食べた企業の話とかお金は稼いでいこうねみたいななんかやっぱ経済的に豊かになったら選択肢がいっぱい増えるし私みたいに育児が苦手な人間はあの多保育園を送迎する時とかさタクシー使えたり気持ちよくタクシー使ったりしたいわけですよお金の心配なんかせずにだからお金稼ごうねっていうそういう話をいっぱい届けていきたいから私は今オンラインストアでいっぱいいろんなファッションと,、えー、とセックスと えっと、何？あの企業商売のことをお届けしていきます。一番最初はあの、ちつほぐしの話でしたけど、本当にね、マジでね、ちつほぐしね。めちゃめちゃいい。あの、何？続けられるんですよ。あの、気持ちいいから、わかりやすく。あの、ぜひぜひやってみてもらいたい。あの、何？ディルド。二千円くらいで買える。アマゾンで二千円くらいで買えるから。それ、こう、それ、スタートで、もうぜひやってみてもらいたい。 あの私のおすすめはあのカリがいっぱいあったりとかあるものの方がいいなと思ってて引っかかがりがあるからあの,こうの内壁の方にねこう引っかくことができるからあの細かくマッサージすることができるのでなんかそれがいいなと私は思っています。はい聞いていいい聞ててたたただいてありがとうございましたはるかぜみなでしみでおやすみ